今、ファミコン用のゲームを作る意味、それはない。その頃に作られた最強それは、今の時代にはほぼ無意味だ。作者もわかっているが、それでもそこには現実の最強。無意味、というのは正しくない。意図の問題として今も、そこには需要はある、けど、そこにあったのは昭和の良くも悪くも、凶悪な独善、そんな何かだった、それも現実。それゆえにできなかったことと、それがあったからこそ廃れた人、それへの、望郷と。凶悪な敵を倒した。そんな感覚は、少しある。その結果か今まで否定されたものが肯定しうる感覚もある。とはいえその結果、その執着を向け続けた人々の期待するもの、それは変化したのだろうか。まだわからない。否定はすべて倒して、しかし、それでも利益にはならなかった。そういうものもある。敵は倒した、としても、